世界の皆さんこんにちは、ヒカリニムです。ここはですね、東京都八王子市の長房町にある卵寮になります。まあ武蔵野寮墓地っていうことになってますが、一般的には卵寮と呼ばれてますっていう感じですね。でここは大正天皇とか大正皇后、あと昭和天皇と昭和皇后が祀られている寮墓ということになります。今現在いるのがここですね。でここが駐車場になっていて、こう北参道を通って昭和皇后の武蔵野棟梁と昭和天皇の武蔵野陵、それと大正皇后の多摩棟梁と大正天皇の卵陵に参拝しようと思います。で一番上から大正天皇陵の多摩御捧ぎで、次いで大正皇后の多摩の東の御捧ぎ、それで昭和天皇の武蔵野の御捧ぎで、昭和皇后の武蔵野の東の御捧ぎっていうことになるわけです。こういう感じですね。で、今回はですね、卵寮の参拝が一通り終わったら、あとでずっと卵寮の入り口から甲州街道の方まで伸びている参道の方も歩いてみようと思います。で、ここにはですね、大正天皇多摩陵、帝明皇后多摩棟梁、昭和天皇武蔵野陵、香淳皇后武蔵野棟梁と書いてます。で、あれだ、多摩陵の参拝が終わったら参道の動画を撮ろうと思います。で、その参道の途中にですね、龍南公園っていう公園があるんですよ。で、参道も一応この卵寮のところから甲州街道のところまで行ったら龍南公園に行って、龍南公園の動画も撮ろうと思います。で、ここの道を右側に行くと、帝明皇后の、いや、香淳皇后かの武蔵野棟梁があるわけですよ。で、その後で昭和天皇の武蔵野陵に行って、その次は帝明皇后の多摩棟梁に行って、最後に大正天皇の多摩陵に行こうという流れですね。で、向こうの方に見えているのは昭和天皇の武蔵野陵です。で、先に右に曲がって香淳皇后の多摩棟梁に行くって感じですね。なんか虫が飛んでいます。ということで、まずここは武蔵野棟梁です。香淳皇后の小じんまりとしているけれど立派なお墓って感じですね。こうやって厳重に囲ってあるんで中には入りませんが、まあ無理やり中に入ろうとする心も中にはいるんですけどね。
で、香淳皇后武蔵野棟梁ですね。いやー、やっぱ暑いですよ。で、今見てもらってるのは香淳皇后の武蔵野棟梁です。で、次に行くのは昭和天皇の武蔵野陵です。松の木がありますね。なんか人がいるっぽいですね。何かの作業してるんでしょうか。とにかく陵墓のすぐ近くのところにテントみたいなものが張ってあって、その近くで作業してる人がいるようですが、で、昭和天皇武蔵野陵です。見通しがいいですよね。で、府中にあるあれはあれなんだ、熊野神社古墳の古墳ですが、あれも構造的にはこの昭和天皇陵とかと同じ上円下方墳ということになるんですよね。で、昭和天皇武蔵野陵です。上から見るとこういう陵墓のあるところだけぽっかり切り取られて、それ以外のところはこんな感じで、まあ木に覆われてる、そういう感じのところになるんですよね、卵陵っていうのは。で、帝名皇后多摩棟梁のところまで来てみます。見えてますか？帝名皇后多摩棟梁ですよね。真ん中のところにこんもりドーム状のものが盛り上がっていますが、それが陵墓のてっぺんのところになりますね。で、帝名皇后多摩棟梁になります。で、あと残すは大正天皇の多摩陵ということになりますが、で、今ちょうど大正天皇多摩陵のところに来ていますが、相変わらず正面のところに木があって見えない感じになってますよ。近づくと角度の関係ないのがよく見えると思いますしね。日本人にとって天皇という存在は
どういう存在なんだろうという気もしますが、大正天皇たまり子ですね。でこれで一応4つの天皇陵は回ったんで、あとは帰るだけなんですが、向こうの方を見ると林が刈り取られて開発が行われている感じです。でこれはどういう目的なのかというと、上皇様が亡くなられた時のお墓を作ろうと、そういうことですよね。まだ当分先のことになるかもしれませんが、でこれで一応卵寮の中は動画を撮ったんで、あとは出る感じになりますが、卵寮からで、卵寮から出たら次は卵寮の参道を撮ろうと思うわけですよ。なので五寮の出口のところに着いたら一回動画を止めて、また別の動画を撮ります。あそこに池があるので、ちょっと池の様子も撮りますよ。手水があります。あーでもあれじゃん、磁石がないですよ。新型コロナウイルス対策のため磁石を撤去しております。お手水や流水にてお決めくださいということで、さて卵流の池の様子を少し見てもらいましょうか。トンボが飛んでますね。交尾鯉が泳いでいます。こういうところを泳いでる鯉は何考えてるんですかね。そうそうそう、前に行った時も言いましたが、一度ここでカワセミを見てるんですよ。まあカワセミを見る人の人なんてめったにないと思いますが、水が緑色なのはプランクトンのせいかなんかですかね。釣ってる間に出口に着きました。ということで卵寮から光任務がお送りしました。